皆さんごきげんよう、今日なんですけど、ブレイキングダウンで今一番人気ですよ。そんなことないでしょ。いやいや、一番かっこいいってコメント多いですよ。本当飯田さんか萩原さんで謎に包まれてるんで、ちょっと 一緒に対談していろいろ聞いていきたいなと思います。お願いします。あ、お願いします。萩原です。よろしくお願いします。お願いします。結構アウトサイダーの時からかっこよかったですけど。そうかな。はい、なんか謎な感じありますよね。うん、僕は結構ね、あの仲良くしてもらったり、ライジンの初戦の頃はスポンサーしてくれてたんですよ。あ、そうなんだ。でめちゃめちゃ成功者という、まあ煽り V でもね、年商30億って言われましたね。そうだね。はい、その時点でやばいっすよね。なんかアウトサイダー出身で年商30億ってやばくないですか。いや、同じぐらいでしょ。まあ僕今はそうっすけどね。はい、でもなんかこう稼いでるからね。いや、なんか僕って何で稼いでるか大体分かりやすいじゃないですか。うんうんうん、でもなんか謎な感じで表舞台も立ってないのに稼いでる、ちょっと憧れますね。ああ、悪いことはしてないよ、もちろん。してますか。なんかあんま語らないじゃないですか、昔から。ああ、そうかな。なんかアウトサイダーの煽り V も質問に対して答えない印象。なんか人殺し以外は全部やってきたけどみたいな。うんうんうん、まあYouTube でもあって全部話そうか。端からいいですか。端から今は東京とあれですよね。そうですね、群馬と東京。群馬出身ですもんね。そうです。いや、群馬のドンってことですよね。そんなことないけど。そんな、いやいやいや、間がおかしいです。でも今はやっぱ練習が多いから東京が多いかな、メインは。毎日練習こっちでしてるから。なんかあのキャンプ場作ったんですよね。あ、今度来てよ。めっちゃ行きたいんですよ。うん、前言いましたけど、雪のスノーモビルね。はい、あれは結構難しいですよ、スノーモビルは。難しいですか。一番難しいかな、ああいう乗り物系で。あ、転ぶみたいな。いや、前にね、進んでいかないの。曲がれないんですよ、あれ。なんか雪山をね、こうなんかバイクみたいなの走る、はいはい、やってるの見てめちゃめちゃ楽しそうな。何台か持ってるんですか。そうですね。キャンプ場もなんか俺もなんか作りたかったようなものを作ってて、いや、すごいよ。なんか山買ったんですか、あれ。そうそうそう、山買って、なんていうのかな、超高級なキャンプ場みたいな。へえ。ヤシの木とかもめっちゃ立ってて、ヤシの木をこう、結構群馬って寒いから、寒いんだけどヤシの木があるみたいな、そのギャップ。あれってホームページあるんですか。あるある。あ、じゃあちょっと概要欄に貼っとくんで、それ一回見てください。見た、多分見た方がいいんで。で、なんかあそこバギーとかで走るとね。そうか、今度来てください。いや、本当にいいな、面白そう。今寒いっすよね。まだ寒いな。4月ぐらいがいいんじゃないですか。あ、試合後に。試合後に、うん、釣りも行ってたもんね、この前ね。魚釣りしてなかった。あ、マス釣り。あー、あれ、あー、せいちゃんと行ってるんですよ。うん、魚も、魚いないっすよね、キャンプ場で。魚いない。しかも釣り大好きだから。あー、でも船のやつ行ってるじゃないですか。あ、船酔いなんだよね。ダメなんだよ。無理ですよ。あ、ゲーゲーしながら釣ってるよ。いや、なんかね、そういう次元じゃないですよ。本当に1回だけ行ったら14回入ったんで。あ、それ全然ダメなやつなんだ。ダメなやつ。飛行機もダメ。飛行機も酔います。あ、じゃあ多分体のあれなんじゃない、感覚が鋭いんじゃない、平行感覚が。なんすかね。でも小学校の時からで、だからおじいちゃんの家とか行くのもすごい苦痛だったんですよ、車の30分とかだ。へえ。で、なんかテレビで一輪車に乗れるようになると酔わなくなるって聞いて、で、俺サンタさんに頼んで、一輪車めちゃめちゃマスターしたんですけど、小学校で。乗れた。もうめちゃめちゃうまいです。へえ。めちゃめちゃモテました、その時は。一輪車で、はい、段差もの登っていけるぐらいだったんで。へえ。運動神経良かったんだね、じゃあ。昔からね。まあ、全然効かなくて、で自分で車運転するようになってから酔いづらくはなったんですけど。でも東京のタクシーとか酔います、ね。酔うね。まあ、だいぶ話脱線してますけど。何聞こう、なんか実はさ、あんま答えてくれないじゃないですか。いやいや、実は今日、はい、朝倉からその YouTube って言われたから、いや、朝倉のことだからなんかまたいたずら。あいやいや、本当にないです。今日正解しながら来たんだ。本当にないです。この年になったらあんま言いたくないかもしれないですけど、どんな悪さをしてたとか、なんでこう飛行に走ったとかってあるんですか。高校になってからはボクシング始めたから、中学の時は、まあ、先生に反抗したっていうのが一番多かったかな。
あれ国体行ったんでしたっけ？インターハイ。あ、インターハイ、うん、国体は予選負けちゃったんだけど、インターハイ行って、でもやっぱり途中で強いやついっぱいいたから挫折して、高校卒業して 3,4 年はまたフラフラしてたんだよね。そんな悪いこととかしてなかったんだけど、その頃は。ですか。で、平成20年かな、会社設立して、もうそっから真面目に。あ、じゃあ15期目だね、今で。15期目ってすごいですね。なんか10年続く会社って 3% ぐらいかな。めっちゃ少ないですね。うん、今から9年、5ヶ月前か約10年前なの。その頃にはもう仕事は始めてて。あ、じゃあ3年ぐらいも会社設立してからこれぐらいに僕出てきたって感じで、うん、その時はじゃあもう結構稼いでたんですか？いや、初めの3年ぐらいは厳しかったね、やっぱり。2、3年は厳しかったね。太陽光でしたっけ？いや、初めはあの建設業、今も建設業なんだけど、はい、その建設業の流れで太陽光も始めたっていう。あんまり昔からこういろんな仕事には手で出したことなくて、建設業しかやったことないから、はい、今までもずっと。じゃあ今建設業だけで30億稼いでますか？太陽光の売り上げがそのうちの3分の1ぐらいあるのかな。あ、うん、売電収入、電気、あれってこう人件費いらないから、太陽がねある限り晴れてくれる。そうなんか歌みたいな。それすごいですね、うん、相当な規模でその持ってるとかですか、こっち。結構全国にいろんなとこにあるから、群馬だけじゃなくて。なんか一時期めちゃめちゃ流行りましたもん、太陽。流行りましたね、昔ね。今はもう国が買い取りを制限しちゃってるんで、ありすぎて。でも当時はその設備する方側だったんですよね。そうそう、初めはね。そこがすごい賢いですよね。依頼されて、はい、当時太陽光なんて誰も知らないんでしょ、はいはい、工事してくださいって言われる中で、はい、これどういう仕組みなのっていうのを調べたら、あのパネルが電気を生んで、それを電力会社が買い取ってくれるっていうスキームが、まあ、新しくできたっていうことで。なんか普通の人だったらこじんまり自分の分だけ作るじゃないですか、だけどその設備側に回るって賢いですよね、一気にやっちゃって、で自分のもたくさん作る。そうあのなんか山の金の話に似てるな。金の話、なんかどっかの海外の山でさ、なんか金塊が出たって言って、一番儲けた人は金を見つけた人じゃなくて、なんかスコップを売った人だった。そんな感じっすね。そういう類に入ってくるね。それがうまくいって、まあ、今はいろんなことやってますもんね。そう、今不動産とか、今言ったキャンプ場とか。いいっすね、なんか趣味の延長を仕事にして。そうなってきちゃうよね、なんかね。え、でもあのキャンプ場って本当に経営してるんですか？うん、経営してるわ。あ、経営してる、うん、あれヘリコプター降りれないですよね。何、ヘリで来る気？ヘリとかがあれば、ヘリで降りれたらなんかもっと富裕層使いそうだから。ああ、じゃあ作っとく。おお、じゃないですか。でもヘリだったらポンって行けたら。ヘリポートね、許可がどうなのかわかんないけど、じゃあヘリで見たりして。ヘリも苦手ですけどね。まあ、ヘリも苦手ですけど、でも時間には変えられないからね。でも群馬近いっすよね。車で1時間ぐらいかな。近っ。めっちゃ近い。プールはないっすよね。プールない。でも寒いか。でも夏プールあったらめっちゃいいっすね。プールいいね。プールのサウナとか、これからちょっと増設できればなと。最高っすね、それ。最後なんか山ごと売るんすか、誰かに。最後住むかな、自分でね。あ、自分で、なんか堀さんもあのないとこになんかおビル建てて。あ、やってるね。山バージョンもなんかすごい価値基礎っすよね。うん、次々に作ったら。でも愛着がすごい湧くから。あの建築系だから、ビルとかも作っても結局売りたくなくなっちゃうんだよね。その作ってきた過程のことを思い出すと、やっぱ、売るのやめよう。なんかよくね、満室になって10年ぐらいしたら売ろうとか、不動産ってある。もうじゃあ将来安泰という状態で。なんでまた。そんなこともないよ。いや今こんな世の中だからね。そうっすか。うん、でもまあそこまでの成功でなぜまたブレイキングダウンで撮影してくれたんですか。それみんな聞くんだけど、僕させましたよ、ね、飯食ってる時に。最初だから2人で食事してる時に、まだ戦えますかって聞くから。でもよく考えたら、まあ、戦うまでの練習とか
まあ、そういうのを考えるともう一回チャレンジするのがいいんじゃないかなと思って、まあ、むしろこのブレイキングダウンがなかったら今までみたいなゆったりした生活が続いちゃったのかなっていうのもあったから、逆にすごい良かったかなと。ああ、今は良かったです、うん、今は良かった。で次は信原くんですね。結構強くなってますよ。毎回若い強い子ばっかだね確かに、ジョリー確かに強いとこばっか言ってますね。うん、ちょっとどちらも応援してますけど、まあ強い方がいいんじゃないかな。確かに、うん、練習の違いもあるよね。めっちゃやってますよね今。毎日やってるかな練習は。沖縄に合宿行って、うん、で樋口くんは一緒にやってるんですか。うん、合宿だけ。合宿、うん、まだあそこでやってんじゃないかな。昔アウトサイドの時からのジム、矢野さん、あ、うん、寝技の。そう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 。普段はあれですよね、牛くんのとこでやってる。あ、そうそう、今いないけどね。あ、なんか海外行ってますもんね。うん、なんかあれですね、お互い対戦相手が相手のジムっていう。そうなんだよねそうなんだよね。まあどちらも応援しましょう YouTube はやらないですか。まあ試合終わったらゆっくり考えようかな、うん、今毎日時間もないし、なんかそれこそキャンプ場とかも普段の日常映してるけど結構伸びそうですけどね。非日常じゃないですか、やってることが。今毎日格闘技だよ、はい、朝起きて走って、ここにそれ撮ってもつまんないから。夏はめっちゃ遊びますよね。確か遊べば釣り行ったりね、うん、そう、大体釣りに行くかな。なんか仕事めっちゃ毎日頑張ってるけど夏だけなんか遊びまくってるみたいなイメージあります。今年の夏も試合がなければ海外釣り行きたい。いや海外はね、うん、なかなかね行きたいけど、うん、次決まってないんでしょ試合は。ブレイキングが5月の、あ、5月にある。5月の6日だっけな、7、8000人の会場取りました。へえ、はい、じゃあまた5月なんだ。はい、多分5月やります。え、初めてですよね7、8000人だったら。ないね。アウトサイダーで最高です3000人ぐらいでしたっけ。横浜が、横浜何人いたんだろう、はい、あれ3000人ぐらいですかね満員で。吉永さんと黒石くんがやった時とかそんぐらい集まったからですね。うん、ちょっと規模が変わりますね7、8000人だと。ライジンレベル、うん、緊張とかしないですか。あんま、いやするよします、するする。特に久しぶりだったからこの前は、うん、試合に緊張した。あ、やっぱちょっと練習と違いますよね。全然違ったね。ある程度のやっぱガチスパが大事だなって思います。そうだよね、ヘッドギアつけてスピードと距離がちょっと違うんだよねスパと、ね、うん、相手も一歩近づいてくるから、うん、そうそう。この前試合で思ったのが久しぶりに、あ、試合ってこの距離だったんだ、うん、あとスピードもこのスピードだったんだっていうのをちょっと思い出したから、あと2回ぐらいやれば慣れてきます。慣れそう。結構練習で試合感覚でやっても良さそうな気がしますけどね1分だったら、うん、まあ、今の時期はもう危ないけど、またいろんな人にこうアドバイスもあるけど1分だとどう戦っていいか分かってない人が多いから、うん、指導者の人も。俺ですら分かってないですから、やったことないんで。次プロの人たちが出てきてどういう戦い方するかちょっと楽しみっていうのがあるね、その辺は。そうですね、うん、でも結構レベル高くなると手が出なくなりそうですけどね。僕今そうだと固着するって、なんか出したもんが損をしそうな気もするっていう、うんうん、難しいですね1分ルールは。まあ1分は1分でいけると思ったんだけど1分でも疲れるね、やっぱ。いや、かなり疲れる。別競技ですよね、うん、多分プロでもみんな疲れると思います。疲れるよね、はい、普通に1分ダッシュとかきついですもんね、うん、やったら。だから回復の速さは違いがあると思うんですけどね。あの30秒ぐらいで多分回復するんだけど、うん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 、でも疲れるは疲れますね。前回はでも負けた時ちょっともうどっちか分かんないかなみたいな感じしてたんですけど、その控室で、うんうんうん、でもなんか2日後か3日後ぐらいに連絡くれてもう一回やるみたいな。ちょっと2日で決めたね、うん、悔しさがあったっすか。負けたことに悔しさもあったけど、自分の持ってるものを全くまだ出せてないなって思ったから、うん、確かにもう少し準備してもう一回やりたいなっていう。ジョリー君も眼下底骨折してたんですよね、あれみたいなね。パンチっすか、あれ蹴り、あれ右、いや、パンチ、右のパンチか。そ
すごいですね。危険なもの持ってますね、やっぱ。アウトサイダーの時は結構ボクシングよりなんか下からの寝技のイメージありましたけど、みんなそう言うけどね、あれ多分結構みんなパンチが効いててもつれて寝技になってる感じなんだと思う。アウトサイダーの時にもう最後の方かな、30歳ぐらいになった時にリングスから朝倉選手としてどうですかってオファーが2回ぐらい来たんですよ僕に。でその時にもう30ぐらいになったから悩んでて、そしたら吉永君とやったんだよね。そうかトーナメントっすよね。そうそうそう、トーナメントで勝ち抜いてルガー選手っていたじゃない、はい、とやった後ぐらいかな、オファーで。あ、そうなんですか。あの子強かったよね、すごい強かったですね、決勝でしたもんね、うんうん、確かこっちにはなんか話入ってなかったと思うんですけど、入ってたんだっけ。2回ぐらい言われた、言われてました。うん、やることなかったね。やることなかったっすね、同じ階級だったけど、はい、やってたらこういう関係じゃなかったかもしれないしね。そうっすか。ほら、うん、なんか仲良くしてくれそうっすけどね、どっちにしても試合やったら。ジョニーとかと仲良くないっすか。交流はないんだよ。ああ、ですね。仲良くなるパターンもあるかもね、はい、試合をやって。でもアウトサイダーで戦って今でも交流がある人っていうのはいないかな。なんかそれもいいっすね。今ブレイキングダウン選手結構終わったら仲良くなるみたいなパターン多いから、あ、そこ冷めちゃう部分でもあるかなと思ってて、視聴者目線で見ると、うんうんうん、煽りも結構今激しいよね。激しいことになってるじゃないですか。僕結構仲良くなりやすいですけどね。でもなってない人はなってないんで、うん、まあ、ライジングの選手はなりづらいですよね、なかなか。そうだよね、プロはなかなかなりづらいんだね。そうですね、いつまたやるかも分かんないっていう、分かんないし、怪我ないの、全然です、はい、楽しみだね。そうですね、久しぶりでね、はい、楽しみですね。まあ僕が勝っちゃいますけどね。どうします、ちょっと軽くスパーリングします、うん、でこの後僕2分ラウンドで一緒に行きましょう。ああ、一緒。はい、じゃあスパーリングしていきます。2分で2分で、なんかもう行ってる。あ、お疲れ様です。始め。ラスト10秒。ラスト10秒。3、2、1。お疲れ様でした。あのより多分倍ぐらいやるかと思った。確かに体はでかいです。野原君よりだいぶ打撃うまいな。蹴りがうまいですね。いや、蹴りじゃない、右のストレートが一番見にくい。さすがにボクシングうまいっすね。野原君は逆にあのガチが強いタイプなので。ああ、分かる分かる。距離ですね。
疲れた。ということで、じゃあプライベートで練習します。じゃあ2月19日応援お願いします。よろしくお願いします。じゃあインスタだけとりあえず貼っておきますね。うん、ツイッターも始めた。あ、ツイッター始めた。じゃあツイッターと最近インスタ貼ってみますんで、気になる方フォローお願いします。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。